おはようございます。釣り子 TV です。最強の2ピースロッドを買ってきちゃいましたっていうことで、いやーこれね、ロデオクラフトの49ホワイトウルフの2ポンドクラスですね。 6.6 フィートあって、まあ2ポンドぐらいの糸で使うと具合よく曲がるよっていうね、こういう竿なんですけども、これねもうほんとね、身近でねよく行く先輩がこれを使ってバッタバッタとね、ちょっときついタイミングのブラックバスをねいっぱい釣り上げていてっていうのと、あとはですね、あの以前松本さんなんかと船の釣りでご一緒した時ね、まあそれこそレンタルボートでね、三島港とかそういうエリアですよ、そんな時にこれちょっと使ってみてくださいよって振らしてもらったところ、このね本当に使いやすいということで、タイミングがあったらね買おうと思って、で買っていたんですけども、改めてねちょっと紹介しているタイミングがなかったので、こちらね、なかなかね情報を調べようとしてもですね、なんか出てこないんですよね、なんだろう、 Google とか YouTube とかでね、ホワイトウルフ2ポンドクラスってね探るんですけども、アジングでいいみたいよとかね、エリアトラウトの竿だよとかね、いろんな情報が出てきて、まあ何でもその手の釣りで使いやすいのには何でも使ってくれっていうコンセプトだと思うんですけども、改めてねどんな竿かちょっと細部の方をね見ていこうと思いまして、まずグリップ周りから見ていくとね、セパレートのね竿が多いから、ちょっとストレート気味のこういうねグリップってなんかちょっと落ち着きますよね。でここね特徴的な、まあ、ここのデザインなんかすごいですよね。アワビがなんかもうギランギランに入っちゃってね、でここでこう締め込んでいくわけですけども、ちょっと開けてみますか。見えないところまでね結構ね細かいね仕事が、ね、なされていますね。安い竿ではないので決して、でなんだろう、よく見るとね、ほんとここのねすり合わせとかね、こういうところがね高いのにね雑なロッドなんていうのもねたまに見かけることがあって、ロデオクラフトの竿はね、ここら辺の作り込みとか、なんていうかね、そういうのが本当綺麗だななんていう風に思いますけども、でちょっとこうね一見落ち着いた感じのデザインなんですよね。ここら辺の色なんかもすごい落ち着いた感じで、だけどこんな感じっていうね、あーロデオクラフトらしいでしょうかね。ここも本当かっこいいんですけども、でここ上から見るとね、よくねこれねググったりすると出てくるんですけど、ここがね特徴的なんですよね。まあ、個人的にすごい気に入ってる、気になってるね、細かい仕事してますねっていうような感じのパーツが入っていて、で、ね、このね落ち着いたスレッドの色で、ただまあここにはね49ね、ホワイトウルフね、こういう名前が入ってきて、でガイド部に入っていくわけですけども、いやトルザイトガイドですね、これね、ね、俺結構ねこのねトルザイトガイド好きなんで、それがねふんだんに使われている竿ってね本当ね大好きなんですよね。でここはまあこう印籠継ぎといった感じでいいですかね。はいね、これで、でティップ部分を見ていくと、ね、こう触ってるだけでねうっとりする竿ってねありますけど、本当これはねその手の竿ですね。今ねつまむようにね持っているんですけども、本当にねそれぞれがね軽いね。で、これね実際投げた時の感想としては、こういうね華奢な感じに見えるんですけども、ちょっとねパリンとしたね張りがあってですね、すごいね投げやすいんですよね。軽いルアーがもうどこまでも遠くまで飛んでいくっていうね、そういった竿なんですね。
人に借りてばっか使ってて、これは悪いなと思ってね、自分でもね一振り買って持っとかないとと思ってね買った次第なんですが、でまあこういう感じの部材になっていて、ここがこう印を継いでね継がれて一本の竿になるね。これね、ほんとね、シャットプラグ、軽めのシャットプラグとかですね、あとは何人用に買ったかっていうと、自分なんかあの房総のリザーバーで、ピクピクの釣りですね、遠目に軽いワームを入れてピクピクさしたりね、そういうまあ本当ねライトリグを、しっかりやりたいなと思って、それでいろんな竿をね、振らしてもらったり触ったりしていたんですけども、一番ね遠くに飛んで、そんで魚がかけてからのなんていうのかな、安心感がちょっとね別格だなっていうね、それで、思わずね手に入れてしまったんですけども、例えばこうビローラのノーシンカーであるとか、あとは2インチ山線香をとにかく遠くに入れたい時とかね、そんな感じのね、あとはダウンショットでディープでですね、当たりを取りながらかけていきたい時の釣りね、結構ねソリッドティップの竿をね自分使うことが多いので、それっていうのがまあ、もちろん竿感度もあるんですけども、どちらかっていうとこの糸の動きとかを見ながら、あとはティップの入り方とかを、見ながらね、かけに行くことが多いんですけども、それとはちょっと違って魚の反応を感じながらかけていく、そういった時にこのねチューブラーの高感度、ライトリグロッドっていうのがねどうしてもね欲しくて、それでね、探していたんですけども、これねない時は本当ないんですよね。だからまあ置いてある釣り具屋さんなんかもちょっと限られてるっていうことはあるかもしれないんですけども、まああとはね今かつのレインボーシャットをねとにかく遠くにプレゼンテーションしたい、そういう時ね、もう本当釣り大会で朝用意ドンでスタートして、もう日が差してきたらボイル止まっちゃうよみたいなね、そんな時に遠距離からね、朝一なんだけど遠距離からしっかり仕掛けて、まずはキーパーを揃えたいとかね、まあ、ちょっと想像が膨らんでね、饒舌になっておりますけど、ちょっと貸してみてもらって使った時の感じとか、実際にね魚かけてもらったりとか、あとは周りのこの竿を使っている人たちのレビューというかインプレッションみたいなのを見ていくと、ちょっとこれじゃないとなっていう、そんな印象があってね、一振り買ってみました。なたがた増えてきちゃった。これで今ね2ポンドクラスと8ポンドと、あとはね今ね17ポンドかな、ライトリグから、バーサタイルロッドから、あとちょっと重めのルアー使うのまでね、ホワイトウルフで揃えて使っているんですけども、スピニングはねなかなか買おうと思ってね、買えないでいたんですけども、いよいよね、まあ、これ使って本当ね、先輩がですねいろんな釣り大会とかでね優勝優勝みたいな姿を見てね、これはもう手に入れないといけないなって、これで2023俺も勝ったから俺も勝つんだっていうね、こう強い、意気込みのもとを、手に入れてみましたね。ちょっとね細部がどうなってるのか気になってるよなんていう人には参考になればと思うんですけども、見た目よりほんとねつまむように軽いね、そんな不思議な竿です。かといってねめちゃくちゃ扱い方さえ間違えなければ非常にね強いロッドであるっていうのはね松本さんからも聞いていますので、まあバス釣りに限らず、まあ、これを手に入れたことで、まあアジングとかね、メバリングとか海のねライトターゲットとかもね、視野に入ってきますし、まあ何よりはね、とりあえず房総リザーバーのちょっとややこしいね競争食いのバスたちね、そんなのを攻略するのに、一本ね手に入れてみました。はい、というわけでね本日の釣り講 TV はこちら、ロデオクラフトのね49ですね、ホワイトウルフの2ポンド 6.6 フィートの竿、これをね、ご紹介ですという、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。